怪我しちゃった人が。そう。結婚したの。はい、どちらが救急車？北海道に1台しかない大きな函館にしかない大きな救急車。簡単に言うと、ね、
Thank you.
こっち、こっちがいいよ。すごい、だいぶ低くなってきたね。来るよ。ヘリです。今日は、市立函館病院のホテルに入り口周辺の
急に着陸しました。今日は向かって右側から機長さん、整備士さん、あとフライトナース、フライトドクターの方々にお越しいただきました。で、これから見学に入るんですけども、まず機長の方からちょっと注意事項いただきたいと思いますのでお願いします。皆さんこんにちは。たくさんの方に集まっていただきまして感激しております。簡単に注意事項、今後ろの方に、コーンと柵立ててましたけども、この内側には入らないでください。それと前の方に、赤いピロピロって見えるんですけど、ああいうものに触らないでください。機体には絶対手をかけないようにお願いいたします。それだけです。あとはお楽しみください。はい、機長ありがとうございました。あと、今日の見学の内容なんですけども、今扉開いてる前の座席と後ろの座席に、乗ってですね、写真撮影もできます。ただちゃんと並んでいただいて順番を守ってお願いします。で、いろいろ精密機器いろいろ積んでますので、触ったり壊したりしないようによろしくお願いします。あとは海も近いので落ちないように気をつけてください。親御さんしっかり見守っていてください。それでは見学開始したいと思います。
ごい痛くて痛くて。すぐに出発するようにしてきてます。ですから今日は皆さんに中を見せることはできません。でもし皆さんが物を投げたりしてヘリコプターが壊れてしまったら助けれる人も助けられなくなります。注意事項をよく聞いて、ゆっくりと近くで見てください。はい、それでは準備完了です。どうぞ入れてください。あ、運転すごっ。運転中乗れないの？乗れないから見るだけ。あ、いや、出てる。